ちら折り投げにしまえ。よく見とけよ。タクちゃん。小さな頃から喧嘩に明け暮れていたタクミ君はいつの間にかヤンキーと呼ばれるようになっていました。そんなタクミ君の噂を聞き、次々と不良が寄ってきて、めでたくヤンキーグループの仲間入りってわけです。喧嘩喧嘩のまた喧嘩、少々頭のお悪い彼らは拳で友情を深め合うしかないようです。この子は匠海くんのお友達古田くん、自慢の石頭がお勉強に発揮されたことはありません。この子は沢村くん、中学時代に付き合ってた女は69人、そのうち13人も妊娠が発覚したなんともハレンチな人間おしべです。彼らはサンバガラスなんて呼ばれて、地元じゃ向かうところ敵なしです。もちろんサンバの中にこのタイガ君は入っていません。いいか、卒業式に俺周りなんぞ時代遅れなんだよ。あ、よいしょーって、あ、もう一発、あ、よいしょーって。もういいよタイガ、あ、行こう、卒業式終わっちゃうべ。そう、タイガとお前は一緒だけど、俺たちは別々の高校に住んで。まあな。だから俺たちはそれぞれの高校で番長になる。なん、近い立てるまでもないよ。それだけじゃねえ。俺らがこの町の高校という高校を制圧して、大連合集団ブラックブラックブラックドクロを結成するんだ。ブラックブラックブラックどうよ。かっけ。よっしゃー、やるぞ。この辺のここみんなぶっ潰してよ。ブラックブラックブラックのこと。タクちゃん番長やって。いいよ。ウルチ何やる、ウルチ何やんだよお前。俺ヘッドやろっかな。俺ヘッドやっちゃうか。ウルチ右、じゃそっち左、そうそうそう、そう、はい、いくよ、セルフタイマー、よーし、3、2、1、ちょっとくだらねー。でもこれが青春ってやつなんです、きっと。タクちゃん、いよいよ今日からここが俺らの戦場だぜ。お前それ言うの何回目。やめなさい、やめなさい。何今日すぐ当たってたんだ。あんたは引けないだから。なんだ、やめなさい、やめなさい、やめなさい。
楽しくなりそうだな。いやでもよ、やっぱあんなんタクちゃん敵じゃねえんだよ。やっぱタクちゃん敵といえばな。とりあえずこの豚はやっとくよ。あ、負けちゃった。ねえ、行くぞ。今うちの学校はこの3人がしのぎを削ってるんだよ。まずな、3年の張本、こいつはなえらい凶暴なやつで喧嘩の神様と言われてるらしいんだ。ああ。でこのもう一人3年の稲尾、こいつはなシンナー中毒で胃脳が半分とろけちゃってんだってよ。で何すっか分かんねえ危ねえやつなんだよ。普通じゃねえんだよな。どれが番長？ああ、それがなこの3年の城島ってやつなんだよ。そのこいつがな、長期停学中で今年になってこいつの姿を見たやつはいねえらしいんだ。じゃあ番長じゃねえじゃん。まあ退学したって噂も聞くしな。だからまあとりあえずタクちゃんが張本と稲尾を倒したら番長になれるっつうことだよ。もう先が見えた。見えたな。俺らもちんたら知らんねえな。言わずもがなだ。おーおーよっしゃ一気に行くぜ。おばちゃんオランタンタンメンまだ？親戚のおっさんから聞いた話なんだけどさ。何？あのおばはん天津丼頼むとやらせてくれるらしいぜ。そりゃちょっと前行けよ。いやだって俺は入学式早々開きかけのつぼみをいただいたばっかだからな。ここは童貞のお前に譲るよ。バカ言ってんじゃねえよお前。俺だってよお前。お前俺だってなんだよ。いや俺だっておっぱいもんだよ。つかすなって。お前ほんとだよ。マジでおっぱいもんなんだったよ。お前生もみだぞ。はいはいはい、すっげえ。お前も早く男にならんとか。バカ、ほんとだっつーの。マジでもんなんだから。お前幼馴染のみやちゃんとどうなったの？まだ追ってるぞ。
しな。初老からやってるからさ、いい加減飽きてきた。お前ら人の話聞け。マジなんだって。匠はさ、どうなん。何が。いや、ほら、だからさ、いや、お前、俺16だよ。お前もすげえことやってるよ。え、やべえな。お前ラストどうだよ。ラスト呼んだって言ってんじゃねえかよ。どうやと思ったんだよ。どうやって。お前そんな決まってんだろ、お前は。こうやってお前ブラジャー取るんだろ。取れるの。で取れるよ、黙って聞いてろお前。お前こうやって撫で上げるように触ってくんだよ。そうそう、こういう感じ、こういう感じ。あれ、お待たせ。おばあばあ、こいつ童貞なんだぜ。お前うっせえよ、黙って食えよ。あれ、ちょっとおばちゃん、これタンタン麺じゃねえよ。タンメンじゃねえかよ。タンメン。俺さ、本当におっぱい揉んだんだよね。いや、揉んだっていうか触ったに近いかもしんないけどさ、それでも揉んだじゃん。ねえ、タクちゃん、信じてくれるよね。誰なの。バイト先の先輩。どんぐらいブス。いや、どんぐらいって、それ人の価値観によるけどさ。つうか俺顔より性格重視だし。でもまあ中の中かな。中とかしたの。え、接吻したのかっつってんの。いや、そりゃしたよ。だっておっぱい持たんだぜ。ちょっとタクちゃん、タクちゃん、タクちゃん。回数増えてんな。俺たちはあれだよ、あのティッシュに吸われて捨てられるために生まれてくんじゃねえぞ、この野郎。ほっとけ。だいたいおめえが出てきた。お前ちょっといかん、黙れ。あ、母ちゃん来る。マジか。マジだよ、マジだよ。お前手伝え。嫌だ。タク、またママの自転車カマキリみたいにしちゃったでしょ。勝手に入ってくんな。あれじゃ恥ずかしくて買い物にも行けない。じゃあ俺のチャリ買ってくれよ。それは無理、なぜならうちは貧乏だから。じゃあ市民劇団なんかやめてまともな仕事したら。それはもっと無理。自転車のバス出して雪作るの手伝って。はあ、うちもうすぐ公園で人手が足りないのよ。これ作るの上手でしょ。もう雪はやんねえっつったの。小遣いなしよ。はあ、おいおい、爆発的にうめえな。ほっとけ。だなあ、こんなんじゃこれとじゃ当分スコッティ生活だな。一度でいいからさ、女人の、女人のさ、熱い穴に入りてえな。ほっとけ。ああ、うっせえな。やるよ、やりゃいいだろう。天津丼。天津丼ね。はい。天津丼いっちゃう。はいよ、天津丼。あの、天津丼。追加。うっす。天津丼追加。はいよ。
あの閉店なんですけど。下小さな花が咲いていた。飲みすぎていた。うちで足こうじゃん。なんで女がいんの。隣の女子校のバカ女だろ。それよりさ、たくちゃんさ、そろそろ3年の制服に乗り出そうぜな。まあな。おい、ちょっとやる気出してくれよ。俺の命、たくみくんに預けたんすから。そうっすよ、ビシッと頼みますよ、ビシッと。別に急いで番長になることないんじゃない。何寝ぼけたこと言ってんだよ。いいか、あの誓いは日進月歩なんだよなあ。勢い乗ってガツガツガツ上がってるよ。でもさ、やっぱ今正念場だしさ、そろそろ携帯の人数を集めていかないと。てめえらうるさいんだよ。いいか、ここに人気いたな、おたつだ。怒られちゃったよ。屋上でも行こうか。てめえ、あんた、その最後は戻ってこいよな。ちくしょう。俺やっぱさ、やっぱこう勢い乗ってガンガン行ってぶっ潰されダメだと思うんだよね。たくちゃん、たくちゃんちでさ、作戦会議しようぜ。よっしゃ、タイガー。うん、バンド組もうか。おらバンドやるぜ。メンバーカイナ、アイウエオ、ハキドキ、クリドキ、カキクケコ、ササギリソウガキ、サシス。山田さん、ちょっと山田さん、どうしたんですか。山田さん、ちょっとやばい、救急車。山田さん、目指してる。なんでバンドやってんだよ。だって踊れる番長なんだよ。タクちゃん、聞いてくれ、落ち着いて聞いてくれな。俺の夢はタクちゃんが普通の番長になってもらって、俺が史上最強軍団ブラックブラックブラックドクロ団のリーダーになることなんだよ。分かってるタクちゃん、全然分かってねえよ。分かってるよ。じゃあなんでギターこんなやってんだよ。もう俺帰るよ。タイガー、タクちゃん、最近あんたどうかしてるぜ。だから勝手に入ってくんなって。あ、これは鍋じゃない、うちの。こんな一つしかない。あ、ちょっとこれもダメ。お父さんの形見のギターじゃない。父ちゃん喜んでるよ。いいから出てっけよ。タク君、困っちゃった。今度の公演のうちの役者がね、怪我で入院しちゃったの。なんでも空から瓶かなんかガーンと飛ぶっちゃって。ガスな。本当なのよ、困ってんのよ。なんだ、俺関係ねえよ。代役できるようなそんな若い子うちにはもういないし、やっぱりイメージにぴったり。はあ、ふざけんのやらねえよ。明日から学校終わったら稽古場来てね。山田君のお見舞いに行かなくちゃ。おい、ババア、絶対やらねえからな。喧嘩やバンドよりよっぽど楽しいわよ。若い女の子がいっぱい来るんだから。ん、やらねえ。
たんだ。まあやらねえけどな、一応様子見に来た。見学応援結構よ。見学だけだ。あ、こっちこっちこっち。嫌がってんのに色目を使って自分の年を考えなさいよ。いいわよって。え、あと何考えてんだよ。はい、集合。はい。おい、あんたもだよ。俺は見学だよ。いいから来なさい。ちょっとやめろよ、ちょっと恥ずかしいな。お嬢気は悪いよ。この部屋に一歩入ったらディレクターの私に絶対服従。話が違えだろ、帰る。ちょっと遅くなりました。おー、てめえ痛いじゃねえかよ、この野郎。ごめんなさい。まあ、よくあることだよ。しゃあない。おさえ、何やってたんだよ。すいません。さあみんな、始めるよ。はい。アメンボ赤いなあゆうえお、柿の木栗の木かきくけこ、ささげに巣をかけさしすせそ、立ちましょラッパで立ちつてと。次、勲章。あふれる思い、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 あふれる思い。分なよ木から降りてこい。分なよ木から降りてこい。何度言ったらあかんだよ。そんなセリフ回しじゃお客は曲をか現実かわからないだろう。
芝居は虚構なんだよ。だから嘘をつくな。すいません、どうしてもこのセリフに感情の計算が。計算？お前はバカか。役者は計算なんかじゃない。情熱だ、パッションなんだよ。すいません、もう一回お願いします。やれるな。はい、やります。やれよ。はい。こんな迷いの森であなたと出会うのはまるでおとぎ話の世界のようですわ、王子様。こんな迷いの森であなたと出会うのは。お疲れ様、たくみくん。また明日ね。チェス。乗ってく。え？後ろ乗ってくっつって。うん。アメンボ赤いなあいうえお。柿の木栗の木かきくけこ。ささぎに酢をかけさしすせそ。立ちましょラッパで立ちつてと。なめくじのろのろなにぬねの。私いつもここで発声の練習してるんだ。ほら響いていい声に聞こえるでしょ。おお、いい声じゃん。ねえたくみくん。ん？私女優になるの。すげえな。今回の芝居はようやく私がつかみ取ったチャンス。絶対に成功させたいんだ。おお。だから一緒に頑張ろうね。返事は？おお、おお。なんでもない。変なの。まいまいねじまきまみむめも。焼き栗ゆで栗やえゆえよ。雷鳥は寒かろうられるろう。わいわいわっしょいわゆえよ。ザーメンネバネバザジズゼゾ。だこんなとこで出すんじゃねえよ。ね、ああかやろ。お前、本当に彼女と会ったのかよ。うわぁぁぁぁ。タクちゃん、ちょっと本気出せよ。何やってんの。なんか悪いもんに送ったのかよ。おい、なんとってる。おいタクちゃん。引き分けってことにはなったんだけどさ、うん、あいつらしくねえべ、うん、沢村の方どうなの。うん、制圧率 78% ってとこかな。プーチンは、うん、もうすぐ最終決戦。マジで、うん、負けてらんねえな。
匠なんてさ、最近顔も出さねえな。ああ、なんか用事があるっつってっけどな。用事って何？あいつ部活とか始めた？まさか。なんだか分かんねえけどよ。おい、あれ。一緒に踊りませんか？お城はサーカス、空中ブランコ、生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。はいほはいほはいほ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 はいほはいほほはいはいはいほ。さあお食べ。白雪姫、行く川の流れは絶えずして、つれづれなるままに姫を愛した。ああ、君は死んだ死んだ死んでしまった。誰の仕業だ、お前か、それともお前か。許さない許せない許さない許せない。こらできてこない、もっと体の記憶を達成しろ。悪かったな。もうすぐ本番なんだぞ。はい。大体なお前の芝居にやる気を感じないんだよ。一生懸命やってんだろ、こっちは。もう全然感じない。全然お前な、不能なんじゃないのか。カルパは大概にしろよ。おい、あの、休憩にしませんか。休憩。腹立つ。ちょっと散らかせよ。なんだよ劇団って。俺らに近いわ近いわ。あたくみなあ、なんなんじゃこれ、一体なんなんじゃ。なあ、言い訳の一つでも言ったらどうだよ。言い訳なんかないよ、見ての通りだろ。笑わせんな。笑いたきゃ笑えば。何、俺らの誓いってさ、こんなもんなわけ？なあなあ、なんとか言えよ、匠さんよ。おい、ちょっとだけ待ってくれよ。ちょっとだけでいいからさ、誓いは絶対守るから。あ、ほっさ、なんか急に開けちった。沢村、俺さ、もういいっつーの。
気持ちよかった。終わっちまえば大したことね。そっか。そっか。行こうかな。タクちゃん。本番近いから。タクちゃん、タクちゃんさ、俺タクちゃんのこと信じてっからさ。どうしたの？今日全然稽古に身が入ってなかったよね。なんでもない。また喧嘩したんでしょう。は？もう一人の体じゃないんだよ。それはどういうこと？役者としての自覚を持たないと。もう喧嘩はやめて。約束して。返事は？何でも何十人も病院送りにしたとか、 あと燃焼でも頭張ってたとか、とにかくモンスターっすよ。そんな問題じゃねえよ。あんなやつタクちゃんさえいれば。でその肝心の匠さんはどこなんですか？白雪姫、愛してるよ。王子様、私も愛してる。はいほはいほはいほほはいほほ、はいほほ、はいほはいほ、はいほほ、はいほはいほ、はいほはいほ、はいほほ、はいほほ、はいほほ、タクちゃん！土足厳禁！お前タイミング考えろよ！それどこじゃねえんだよ！城島が戻ってきた！マジか！あとこぶっ潰されと！あいつすげえ勢いで兵隊増やしてっからよ！手に負えなくなるぞ！いや、でも今こんなん関係ねえだろ。来週本番だから。ふざけんなよ。いそこらっとそらいきもの。英子の邪魔すんなよ。おばちゃん関係ねえだろ。帰りなさい。まあ、たくちゃんと話してんだよ。帰れってんだよ。たくちゃん、ちょっとたくちゃん、帰れ。たくちゃん、たくちゃん、再会するわよ。たくちゃん、たくちゃん、近いはどうすんだよ。
匠君。待って、お願いだから喧嘩はやめて。もう舞台稽古なんだよ。知ってるよ。私との約束はどうなるのよ。どっちだよ、俺の明日はどっちだよ。この学校に敵はいませんよ。機は熟した。おい金本。はっ。この城は狭すぎる。天下布武を掲げる時が来た。騒いでほしいんだけど。だけじゃダメだよ。それじゃ怒鳴ってるだけ。もっと余計をつけなきゃ。はい。どうしたの？最近ずっと言葉がイラついてる。そんなんじゃお客さんの心に届く芝居できないよ。袋みたいなこと言うなよな。ごめんごめん、ちょっと休もう。
俺足引っ張ってんのかな。何今更。引っ張ってるよ。やっぱり。しょうがないじゃない。たくみくんお芝居初めてなんだから。いやでもさ。でも私好きだよ。たくみくんのお芝居。適当なこと言うなよな。本当だって。だってほら、みんなテクニックばっかりに走るじゃない。でも匠くんはそうじゃなくって、いつもひたむきで、うまく言えないんだけど、なんかこう言葉にぬくもりがあるっていうか。そうなんだ、そうなんだ、そうなんだよ。ひたむきとぬくもりなんだよ。さっきはどうなってるだけって言われたけど。今はね。だから早く昔みたいな匠くんに戻ってほしい。あ、いいもん見っけ。オタク訪問定番のアルバム。もういいよそれは。もう面白くないよ。たくみくん、会ったばっかりの頃こんなだったよね。まあ、この人本当に中学生？誰？ああ、フルチね。やだもう。あ、この人かっこいい。もう勘弁してくんないかな。みんな頭悪そう。あ、たくみくんこれ半目だよ、半目。電車はい、こんにちは。何さ、何なのさ、ねえ、何何え、なんだお前。でも、たくみくん楽しそう。そう。ねえ、たくみくん、最近喧嘩してる？え、それ。してる？してねえよ。約束したから。そっか。俺、約束だけは守る男だ。うん、知ってる。うん。私ね、喧嘩は嫌なんだ。たくみくんが私から離れていっちゃうような気がしてさ。結局自分のため。ずるいかな。いや。なんてね。あ、このたくみくんかわいい。あ、それだめだ、それだけ。いいせいって。どういった、どういった。あ、私白雪姫になれないじゃない。
お前のせいだろ。何に合わねえことやってんの。背伸びねえよ。俺目覚めたよ。復活。だからさ、今からその城島ってやつのところよ。遅えっつうの。沢村。城島やられたよ。全治1ヶ月だってよ。あんた何も知らねえんだな。タコのあいつがやられてよ。うちの学校はあんたがノーノーとしちゃってさ。ほんと学校悪いよ。もういい。あんたなんか当てにしねえ。沢村の仇は俺と古内で取る。裏切り者は来んだよな。タイガー、その名前気安く呼ぶんじゃねえよ。あんた天心堂好きね。芝居やめるわな。今は細かいとこやってるから話しかけないで。あ、明日本番だから夜更かししないようにね。母ちゃん来るぞ。うるせえ、関係ねえよ。それはちょっと、ちょっと待って、サークン行くよ。本番。行かねえよ。なんで。芝居やめるっつったろ。人の話をちゃんと聞け。本気で言ってたの。本気。あ、はいはい、わかりましたよ。じゃ、いいから行きましょう。行かねえよ。親の金で生かされてる分際でダダこねんじゃねえよ。生活保護者の分際で胸張んな。うるせえよ、関係ねえだろ。あんな泳ぎに熱くなってばっかじゃねえの。芝居に命かけて何が悪い。何にも熱くなれないよりよっぽどマシだわな。ああ、もういいよ。好きにしな、お前の人生だ。バカがうだうだ言ってたらみっともなくてありゃしねえよ。心配しなくてもな、お前一人いなくてもうちの芝居はびくともしないよ。あっそう。どんどん人が離れてくな、お前。うるせえ。おお。
俺は強いよ。何しろ俺はお前のリピードそのものだから。お前は一生俺に支配されることになるのよ。様の役できるかの。ええ、似合ってますよ。とっても。そうかの。大丈夫。来てくれるよね、たくみくん。待たせたな。バカが大勢集まってきたな。お前らには無限しか能がねえのか。人を束ねる才覚もないものが天下を取った試しはない。少しは歴史を勉強することだ。おお、寺回しがうめえな、城島さんよ。んなとこで講釈垂れてねえでとっととかかってこいや。あなたも参れ。ママ、つまらんな。無理だな。今のお前には俺は倒せねえな。なんだろうね。つまらんね。退屈。まああのあれだお前、諦めてさ、俺とうまくやっていくしかねえんじゃないかな。ほんとしつこい。あれ今当たったな。あれあれ。
したもんだな。じゃあ行くぜ大将さんよ。なかなかやるじゃねえか。ゴッド、ゴッド！汚ねえな。何人でやってる。おい、ブルやっちまうぞ。ブル。おめえが匠か。名前で呼ぶな。やっと現れた。お待たせ。久しぶりだな。会いたかったぜ。は？あの傷は お前か。久しぶり。こっからはタイマンだ。この傷のお礼をたっぷりさせてもらうぞ。よっしゃ。なんだよ今さら。来んなって言っただろ。タイガー、よく見とけよ。タイガー、よく見とけよ。うれぇ。うわ、久しぶりだなこの感触。
許可もなしに抜け出して怒られるのは私なんですからね。いいじゃねえかよ、帰ったらまた通ってるよ。王子様、わしもじゃ。ちょっと
あのバカ。愛してるよ。私も愛してる。ブラボー、かっこいい。何？いや、なんでもない。あふれる思い、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 分内を木から降りてこい、分内を木から降りてこい、分内を木から降りてこい、分内を木から降りてこい。めっちゃかめっちゃかですが、この物語もそろそろおしまいです。まあこれでいいんですかね。あらゆる危険を冒して、あらゆる失敗を繰り返して、それでもあらゆる生き方を試みることができるのが青春の特権ですか。おっと、思わず青臭いことを言ってしまいました。まあ私ザーメンなので多少の青臭さはご勘弁。お後がよろしいようで。